フィルマン、ランボーフィルマンランボーは、ベルギー、フロランネ出身の明治転写競技選手。サドル職人を経て1908年に、プロロードレース選手に転身したという異色の経歴の持ち主。1911年、ツールドフランス初出場。1913年のツールドフランスで、区間一勝を挙げ総合4位と検討。 1914年のツールド・フランスでも区間一勝を挙げ、総合8位に入った。1919年、第一次世界大戦後の再開元年となったツールド・フランスにおいて、ランボーは思いもかけない形で総合優勝を主中にすることになる。この年のツールより、どの選手が、 総合主位者なのかを識別させるため、マイオジョーヌという黄色いジャージの着用制度が設けられた記念すべき大会でもあったが、ツールドフランスのディレクターであるアンリ・デ・グランジュが、第11ステージ終了時点で、総合主位だった同胞のフランス国籍選手、ウジェーヌ・クリストフに対し、マイオジョーヌを贈呈。つまり、このままクリストフが総合優勝を果たすであろうという期待も込められていた。 この時点でランボーはクリストフに遅れること23分19秒差。しかし山岳ステージは第12ステージで終了し、残る3ステージは平坦ステージであったことから、ランボーの逆転は難しいと思われた。ところが、4 6 8トルの工程が組まれた第14ステージにおいて、クリストフのフォークが破損。当時、 同一区間で使用する自転車をそのままゴールまで使用し続けなければならないという規定があったため、クリストフはその修理に時間を要し、区間優勝を果たしたランボーに対し、2時間58分58秒差の区間10位でゴールするのがやっとだった。結局、クリストフの不運を味方にする形で、ランボーは第一次対戦後発のツールド、フランス総合優勝者となった。 1920年のツールドフランスでは、総合3位。1921年のツールドフランスでは、総合9位となったランボーは、1922年のツールドフランスで、再び頂点に立つことになるが、またしても幸運を呼び込む形となった。第13ステージ走行中、第12ステージまで、総合主位だったエクトール・ウスガンの自転車が大破。 やむを得ず自転車を乗り換えることになったが、そのために1時間のペナルティを課せられることになり、同ステージではランボーに4分45秒の差をつけたにもかかわらず、マイヨジョーヌはランボーに移動。ランボーは、史上初の区間優勝なしで、総合優勝を果たし、加えて、当時36歳であったが、今もなお、ツールド・フランス史上最年長総合優勝記録を保持している。 その後、1923年、1924年のツールにも出場したが、いずれも途中棄権。1924年を最後に現役を引退。引退後は再び、サドル職人に戻った。ありがとうございます。